ください。いや俺だけで勝ち分は獲得できそうやな。さすがこの俺です。いやいや嘘50枚も使っておりません。はい、です。本当に4セットまで終わっちゃいました。443枚、まあ、これでちょうど1000枚ぐらい多分持ってるはず。今回も2人が焼肉目指して実践するホールは JR 蒲田駅西口を出て徒歩0分ひろき蒲田西口本店です。目指しますか。始め。おじいちゃん頑張れ。ああおじいちゃん、壇上のおじいちゃんはここで鍛えました。
あれ、こっちに。こいつはどうなるのか。ちか、ヒロキの花火やばいね、本当に。そのうちこれ、花火ママになる、なるかもしれないよ、もう、毎回外国人が花火を売ってみた、果たして何回もシミスするかみたいな、カウンターつける、ボーナスの察知まで平均何ゲームかかるかとか全部やっちゃう。あ、もったいないことしちゃいましたね。何回すんねん俺。あれ、でももしや俺がバーを枠内で押した場合はこれは当たっちゃいます。うあ、今ね、もうぼーっと押し出したからね、ちょっとあかんな、当たってるし、そっちなんか、なんか言いたいっぽいかもね、本当に。
ました。道術チャンス、まあ真とかじゃないんで、まあまあまあ優しい方ですけど。おお、強手に。あれ揃わない。え、さっきの強制は返せ。あー、何も起きない、乗らない二重ゲームでした。まあまあまあ、これでまた戻るんですよね。すげえめっちゃぼーっとした。あー最高。めっちゃ楽しいですけど。終了終了終了。いやー、やりました、やりました、やりました。素晴らしい。ございます。いやー大丈夫、カバーできましたよ一人で。どこまで続くんだ。十分だったような気がします。だったような。結構ありますね。はい、ということでですね、まだまだまだ2個は最低でも残っている状態で、まだまだ出そうな状態なんですが、一旦ここで実戦終了ということで、まあもちろん大幅プラスですよ2人で。なので、焼肉食べに行こうと思います。ありがとうございます。2191枚です。クレジットの50枚も足して約2250枚ほど。お疲れ様です。ゆうふぅ、肉肉肉、ああ
食べない食べない食べない最高ね、よかった、うん、これだいぶ分かってきたんじゃ、分かってきた ね、 分かってきたね、勝ち方がね、勝ち方分かってきたね、うん、僕が大東か花火打てば大丈夫だね。そうそうそう、花火でも結構やれてたよね。いや強いよ花火。最終的に何枚ぐらい、最終的に1000枚ぐらい流した。1000枚流し、うん、1000枚流し、うん、流し。でも言うたら、いやそうだよ、だいぶ出して、うん、だからまあ言うたらその分だけでとりあえず勝ちは自分で確保しようと思って、うん、うんうんうん、だから800枚だけはどうにか出そうと思ったら、うん、いやごめんね、やっぱさ人からもらったやつは、うん、やっぱ返さなきゃと思う。素晴らしい、うん、素晴らしい。まあそのトムからもらった分も含めても大幅プラス、大幅プラスやな、うん、どう考えても大幅プラス。2200枚ぐらい、2250枚ぐらいかな、この時点でね、うん、この時点でまだ終わってないよ。そう、まだ終わってない、終わってないけど、まだまだ、とりあえず肉を先に食べようっていうことで。そうですね、あ、俺がなんか圧倒的に僕のところにか多い。僕はいわゆる10、11回やって僕が2回しか、3回だけ勝ったっていう。全然勝率悪くないじゃんそれ。4分の1じゃん、4分の1で勝つってすごいよね。言っていいんですか、僕の合計マイナス3枚数、マイナス1万5000枚です。1万5126枚です。1万5000枚って1万5000枚、え1万5000枚って、あの11回、10、まあ、今回の分含めてないよね。また計算すんのやめた。だからすごいね、逆にすごいね、だって売ってる機種だと。あ、でもすごいね、ハーレスリングマージャンファイトクラブね、うん、ハーレスジャグラーバージーサイバーブルー、ヤジキタ、ビンゴ、凱旋、花火、でも一つ5時間の間にすげえな。一つそう、うん、思ったのは、私のやつのその打った機種の長さとさ、トムの打った機種の長さがさ、もう全然違うの分かる。気のせい、いや気のせいじゃない、カタカナが多いとかそういうんじゃない、機種名が長いやつ、そういうんじゃないよ。ハイディングドラゴンバーニングとかね、ハイディングドラゴンバーニング、長い長い、私も打ってるわ。そうね、まあそっか、うん、これを焼きながら、うん、証拠を消すなかったことに。2016年から、2016年から全勝しよう、うん、全勝目指して頑張ろう。全勝宣言します。まずは1勝だね、宣言今日はね、だけは。いただきます。じゃあいただきます。肉獲得、あ、肉獲得率は知りたいよね。あ、多分3回食ってないかな。ミッションが最初甘かったからね、俺がうまいことをあの負けすぎててかわいそうっていう存在だったから。あ、今日こうやって出すんだなって初めてちゃんと間近で見た、 そのジャッパス。あの正直今まではこう設定を狙ってたっていう正直な気持ちはね、うん、ハーレス行く理由とか設定あるかなと思って打ったりとか、そうじゃなくてやっぱ自分の好きな台を打った方が、そう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 、やめときってそういうの分かるし、出るし熱くなるし、素晴らしい。家の中でやるもんだよね。そうだよ、豆まき、うん、玄関にも巻くけど全部そう、うちだもん。家にいる鬼は出ろっていう鬼は遊ぶ、うんうんうんって言ってそうだよ、ね、何、ああ、何、鬼は相当的なやつでしょ。鬼は相当何かがうち、何やったかな、服がうちでしたっけ。これ知ってんじゃん、あめんなよ外人。世の
の行事って何？行事って何？行事っていう言葉自体わかんないんだそもそもそういうことか。ごちそうさまです。いやーいっぱい食べたけど、改めてこう、うん、店内の状況をねちょっと島津を見ながら確認していこうと思うんですけど、ここじゃない？おお、ね、そこ。でも自分が打ってた花火はこっちだから、わ、あのね、こう一緒にしてないのがすっごいいい。あ、確かに確かに、別のキッシュ扱いになってるみたいな、これはちょっと僕的にツモで、まあこの同じコーナーで、これ日暮らしか、うん、毎回出てんじゃないか、今回出てる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 、毎回出てる。まあ A タイプは相変わらず強い、ジャグラムも全体的にやっぱりこう各機種に2台ぐらいがっつり積んでる台あるから、うん、相変わらずジャグラーはいいよ。あと刑事、はい、刑事ね、刑事がねすごかったよ。刑事が多分これ全部あるぐらいな、あの出玉なかなかそこまでつかないよね。そうなんだよね、スペック的には。で窓巻きがね、ここのそうすごい出てた、特に角とか、角に角さんが強くて、で、あと角で何でしたっけ、北とかめっちゃ出てました。あ、と出てた、うん、北斗すごい、この辺 2,3 台まで出てたよ、よく見てる。まあ、絆はいつも通り、うん、結構ここがやっぱり台数が多いんで、うん、まあ多分みんなしっかりと設定判別してると思うけど、朝から売ってる人はまあまあ多かったんで、出玉が爆発的な出玉はないんですけどね、 3,4 泊ぐらいで止まってる台が確か2台ぐらいあって、でも全体的に多分平均ベース高い。あとは秘宝、秘宝ね、わかんないよ、いや絶対自分で打ってないと絶対わかんない。ん、多分出玉には絶対にはついてこない、チャンスが多いだけでついてくるかどうかは別。うん、これに関してはそれは実践で見せたかったですけどね。まあまあ、次回ね、来月ね、次。それとね、ちょっと忘れかけてると思うけど、うん、ゴッドの存在。あ、ゴッドね、今日2人ともどっちも座らなかったゴッドね、うん、ね、ミニオンゴッドの凱旋は、うんうん、ゴッドなしで出てる台めっちゃ多い。2台ぐらいだけ出てなくて、あと全部出てる。ゴッドなし、ノーゴッド。あと、お、インフィニティストラタスが角に出てた。あら、これが出てた、これが奇跡としか思えないです。どうした、もう奇跡、うん、アイエスがあんだけ積んでるのはまあ見ることないよ。ほうほうほう、素晴らしい。まあそんな感じですね。ですかね、うん、はい、ってことは、まあこの収録2015年、うんうん、ラストラストで、もう2016年で配信で一発目、まあ、はい、これから我々が次回の収録は2016年初の収録、うん、まあ、 あの狙えるところが多分ねライブそんなに変わってないから、僕ズバリここに行くと思います。うん、いいと思う。そのやっぱ、まあ、来月だからそんなにね、入ってからもだいぶ経ってるし、うん、抽選もいろいろ見えてくるかもしれない、あるかもしれないけど、まあ、そんなに悪くなければ絶対取れると思うから。あ、だ、何行く？来年はどんな感じで攻めていく？でもね、今日本当は、スーパーブラックジャック来たかったの。ほう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 、まあでもまあ結果的に良かったんだけど、うん、全然、うん、だからまあやっぱ、まあ、バラエティーもでもありかなって思うから、まあそんな感じでね、そんな感じでねそんな感じでね、はい、まあこの勢い乗って2連勝からの3連勝、うん、次回2016年初の収録頑張りましょう、はい、頑張ります。じゃあ最後にミシーターで行きましょう、はい、お腹いっぱいですけど頑張ります。せーの、 Nice to meet you! めっちゃ食った。